はい、どうも、レボクです。久しぶりのエクバに実況動画です。久しぶりすぎて喉いかれちまった。ケフンケフン。今回は7月の新機体であるガンダムダブルオーダイバー S に乗ってきたので動画にしました。早速見ていきましょう。結論から言うとこの機体、普通に強いと思います。ただぶっ壊れ武装はないですかね。シンプルに良い機体だと思います。この機体には降りてくが3つもあります。1つはアシストからのアメキャン、2つ目はサブメインでのサメキャン、3つ目は突角乾燥中特殊移動からのメインキャンセル降り、3つ目はそんなに使わないので、基本は1つ目と2つ目の降りテクを駆使することになります。射撃 CS には格闘派生があり、射撃 CS 格闘派生にシステアメキャンサブキャンケフンケフン、みたいな2段階降りテクもできます。この豊富な降りテクを活かして攻めていく機体と言えるでしょう。アシストは3種類あり、N が狙撃レバー、上下が突撃レバー、横が弾幕アシストです。個人的にはレバー横の弾幕アシスト安定かなと思います。サブ射撃も N とレバー入れで2種類あり、N は単発ダウンで足が止まる武装。レバー横入れは動きながらビーム3連射、3発目の後にメイン射撃を入力することで落下できます。1発目や2発目には降りてくないので気をつけましょう。特殊格闘で高機動モードに換装できます。これは次元式で何回でも使用可能です。高機動モード中は特角で特殊移動できます。この状態で前述した通りメインキャンセルで降りてくできます。挙動はギスミに似た感じです。ただ高機動モードの持続時間が非常に短いので、使いどころは限られます。格闘 CS ではトランサムを発動でき、これまた機動性が上がります。ただ量子化や武装変更格闘追加などはないので、本当にただ機動力が上がるだけです。こちらは1回打ち切りなので、使いどころが重要になります。相手の覚醒を裁くとき、覚醒で畳みかけるとき、などに使うと良いでしょう。ちなみに特殊格闘の高機動モードのリロード中は、特殊格闘を押すことで別の射撃武器が出ますが、空気なので使う必要はないと思います。トランサム状態の方が持続時間が長いので、うまく使い分けると良いでしょう。特角格闘 CS 重ねかけと M 覚醒にしたら、どれだけ速くなるんですかね。あ、これ格闘の特殊格闘派生です。N 角と横角から派生できます。お手軽効果力コンボなので覚えておきましょう。2次してもできるので、カット耐性も問題ないですね。1試合目が終わりました。機体解説は大体したので、2試合目から実況していきます。見た目はガンダムエイジとエクシアを混ぜた感じですね。異世界か。それでは2試合目行ってみましょう。機体カラーほぼ同じで草。覚醒はいい覚醒をチョイスしました。割と何でも良い気がします。でも S は微妙かな。そんなに段数が多いわけではないので、どちらかというとやはり、好きあらば格闘当てに行く機体だと思います。射撃 CS 格闘派生にシステが基本ムーブなので、射撃 CS は常に溜めていて良いでしょう。ちなみに射撃 CS 格闘派生には N と横角の2種類あり、どちらも格闘の伸びが半端ないです。これで強襲、もしくは迎撃、自衛、できます。そこからのつなぎは下格闘のアンカーが安定です。これが DD 格闘。ボタン連打で火力上昇します。適当コンボを笑い。お手戻りになりたい。逃げトランサム安定。今危なかったな、笑い。鳥になるぜー。ガードされた、ダッシュオウム。2試合目が終わりました。万能機なので、前衛後衛どちらもできますね。勝利ポーズ神秘的すぎる。まあガンプラの世界だから、なんでもありっすね。それでは次の試合行きましょう。今回は F サトルを選びました。さすがに相方
方が稽古なら前出るしかないですね。ほとんど何もできずにこの体力。さあここから巻き返していきましょう。乾燥形自体は覚醒などで巻き返せば良いんです。早すぎはロタ。赤い彗星の火じゃねえぞこれ、笑い。なんかもう早すぎて二次して格闘ゴリ押しでいけますね。相手の30があまり減ってないので依然劣勢です。20と30を同時に減らしていきたいですね。やはりオリテクが豊富だとブーストゆえに立てるので生存力は高くなりますね。感じに相手の体力調整を崩せました。これはどちらも同時落ちを狙っていきたいですね。ここで攻めの覚醒に転じます。このままシャザ狙っても良いしパフェセルでも良いでしょう。復帰直後油断しているパフェセルに行って。覚醒技ぶっとフィニッシュ。この覚醒技は非常に強力で、射撃バリアありで発生速度誘導が優秀です。出しとく武装なので、ガンガン使っていきましょう。それにしてもこのゲーム、鳥になれる機体を送るね。なんで機械に羽が生えてんだよ。まあ、いっか。それでは最後の試合行きましょう。ライトニングとも機体から見てるよな。今回も F 覚醒選びました。相方が L 覚醒なのでガンガン生えていきたいですね。普段の共有同射撃 CS 嫌い。極限進化中なので無理に攻めないようにします。相方とも良い距離感でやれてますね。ライトニングとの相性はかなり高いと思います。そろそろ攻めに転じましょうかね。相方から覚醒もらったのですぐさま吐きます。ミリのエクガンは相方に任せてウジをいます。エクガン来たので覚醒技ぶっと。壁際だと避けるのは至難の技ですね。間違えて N サブ打つことあるので注意。降りてくるのは横サブだけですからね。相方が落ちたので、そろそろ攻めに転じたいですね。ミリのルージュを落としきりたいけど、一旦相方を助けに行きます。
たいですね。もうここはエクザン狙いで良いと思います。さあここで覚醒使って決め切りましょう。エクザンダウンしたので復帰してきたルージュを吸収。格闘から覚醒技で締めてフィニッシュ。波の機動力の機体なら覚醒とランサム状態のダブルオーダイバーエースはなかなか裁けないと思います。まさに一瞬の刹那のごときらめき。これは間違いなくエクシアの血を引いてますね。また一つ覚醒とランサム格闘ゴリ押しチンパンウッキー機体が出ました。エクバニが盛り上がること間違いなし。それではご視聴ありがとうございました。ケフンケフン。